ルシアン・ビアンキ、出生名、ルチアーノ・ビアンキは、ベルギーのレーシングドライバー。1968年のルマン24時間レース、勝者、イタリア・ミラノ出身。父親はアルファロメオで、エンジニアとして働いていた。第二次世界大戦後、父と一緒に、ベルギーへ移住した。1951年、 アルペンラリーに初めて出場。1957年から1959年までツールドフランスにオリビエジャンドビアンの小ドライバーとして参戦し優勝した。1959年モナコグランプリにイングより F1 にデビューするが予選落ちに終わった。1961年地元のベルギーグランプリで初めて F1 の決勝レースに出走。 6位に入り初入賞を記録した。以降は1965年までベルギーグランプリを中心に数戦出走した。1968年はクーパーから F1 復帰し、初戦のモナコングランプリで3位表彰台を獲得した。またスポーツカーレースではアウトデルタから出走する傍ら、JW オートモーティブにブライアン・レッドマンの代役として加入。 アウトデルタが欠場したワットキンズグレンでのレースを制し、ルマン24時間に、ペドロロドリゲスと、フォード GT40 を買って、総合優勝した。年末に開催されたロンドン、シドニーマラソンでは、シトロ NDS21 をドライブ、優勝目前で、小ドライバーのミスによりクラッシュして、優勝を逃し、顔と膝を負傷した。1969年3月30日に、 開催された、ルマンティストデーに出走中、運転していた、アルファロメオ33、3が、ミュルサンルで、コースアウトして電柱に衝突して、炎上、死亡した。34歳没。弟のマウロビアンキは、1964年に、アルピーヌのワークスチームに、加入、1965年のニュルブルクリンク 500km では、ルシアンと組んで優勝した。 ルシアンが優勝した1968年のルーマン24時間でのレース中に事故を起こして、やけどを負い、翌1969年ルシアンの事故死を機にレースから引退した。大井のジュールビアンキは2013年に F1 デビューしたが、2014年日本グランプリでの事故が元で2015年に死去した。ありがとうございます。